はい、こんにちは、シマ TV へようこそ。本日は9月21日、3連休、そうですね、お彼岸です。今日、岡山はね、ほんと寒いです。最高気温多分21度ぐらいじゃないですかね。まあ、ここ、吉備中央町ですけど。岡山市内もうちょっと温度高いのかな。本当に、ちょっと肌寒い感じがします。本当にね、大布団出して、昨日寝まして、ちょうどいいぐらいでしたから。本当にね、温度差、まあ、年取ると、きつくなりますんで、ぜひとも皆さん健康にはご注意ください。で、今回も宇宙戦艦ヤマト次回作、新作宇宙戦艦ヤマト2205新たなる旅立ちの考察です。で、ガミラス地球と来ましたんで、もう絶対出てくるであろうイスカンダルについての考察です。これね、一回考察したことあるんですけど、2199以来全然話が見えてこないっていうか、2202ではこれで終わってますからね。で、スター社とメルタディッツがいるっていうことだけしか。で、おそらくこのお墓の前が古代守るなんじゃないかなっていう感じを受けますんで。ですんで、まあ、ミオちゃんは出てくるんじゃないかと思わせる演出ですよね。まあ、イスカンダルにつきましては本当に全然もう謎です。おそらくね、森行きの過去の記憶を全然出さなかったら、もうこのイスカンダルとの関係性をなんか示す何かがあるのかなという気もしてますね。まあ、このイスカンダルの歴史っていうのは、この2199シリーズからでは、過去は覇権国家であって大帝国を築いていたっていう設定もありますし、で、そこでなぜ、そうですね、ヤマト3のシャルバートみたいになったかっていう、その経緯が一切描かれてませんし、まあ、ですから信仰の対象としての星っていうのがガミラスからもありますしね。で、星の寿命的にはガミラスも星の寿命が来てますんで、まあ双子星である以上、まあおそらくイスカンダルも星の寿命が来てるんじゃないかなという気がします。で、ガミラス人とイスカンダル人のその成長の仕方っていうのも、おそらくね、月と地球ぐらいの距離なんで、おそらく一緒だと思うんですけど、ちょっとイスカンダルの方が違う種族になってるのかなっていう。まあ、おそらくクローン技術とかもいろいろあると思いますので。ですんで、まあ、松本先生の設定を借りるわけじゃないんですけど、イスカンダル人っていうのは、めちゃくちゃ成長が早くて、めちゃくちゃ寿命が長いっていう設定になってるんじゃないかなと思うんですよね。で、一見2199の設定で、ユリーシャは地球相当で19歳っていう設定が書いてあるんですけど、スターシャさんについては年齢設定書いてないんですよね。だからその辺もまあ布石に使うんだったら使えるのかなっていう。まあ、とにかく、いきなり成長して歳を取らないっていう、まあ、ドラゴンボールのサイヤ人の設定っていうのがあるのかなっていう。ユリーシャにつきましては、19歳相当っていうことになってるんですけど、だったら、父と母の、その3姉妹の父と母がいるんじゃないかなと思うんですけど、そういう記述も全くありませんし、まあ、その辺謎ですよね。まあ、だから、いくらでも設定は後付けでできるっていうのはあるのはあるんですけど、で、まあ、これ都市伝説とかの話であるんですけど、もうイスカンダルについてはもう Y 染色体が消滅していて、もうだから XX で単位染色じゃないんですけど、これもね、都市伝説で見ただけで本当かどうかわからんですけど、XX っていうのは精子がなくても受精させることができるっていう話もあるんで、もそういう設定も使ってくるのかな。まあ、あとはまあクローンですよね、再生技術。で
もでもクローンしていくと、まあ、それこそルパンのクローンの話でやっぱ劣化していく可能性もあるんで、あでもその辺の技術的なことは、まあ、そこまで掘り下げると次の枠にも入らないんで、まあ謎のままで終わってしまう可能性もあるんですけどね。2199の設定を後追いしていかなくちゃならない2205ですから、ユリーシャの能力、人に憑依できてしまう、意識不明の状態でも精神的なものはあるっていう設定と、あと森行きを感知する能力っていうのはイスカンダル人にはあるっていう、だからもう高次元生命体っていうんですか、テレサまで行かないけども非常に近い位置まで来てるのかなっていう、まあ、この国を支えているのはもうすげえ科学技術があるんで、まあ、いつもお一人でスタッシュさんが生きておられて、あとはイスカンドロイドが、まあ、機械化されてるっていうことですよね。 AI による反乱があったのか、そんなことも考えられるんですけど、まずまあ2199の謎になるんですけど、なぜあの地球の悲惨な状況、ガミラスにやられて国が、まあ、星が滅ぼされそうになってるかというのをどうやって知ったかっていうのもありますんでね、まあ、おそらくすごいレーダー網というんですか、監視する能力はあるんだろうなと思うんですよね。まあ、あとまあ波動法を使用した地球およびガミラスの軍事同盟に対してどういう態度を示してくるかっていうのも非常に興味があるところですけど、まあガミラスのユリーシャがいたんで一応その辺では話はついてるのかなという感じもします。ですので非常にもう我々人類とは一次元上の世界にいるのがイスカンダル人っていう感じですかね。今素朴な疑問としましては、まあ今メルダディッツがいるから話し相手になるんですけど、スター社はいつも何をしているのか、まあ、デスラーはね、まあ、戦争もするし酒も飲むし、あのチェスみたいなのもやってましたんで、それはそれでまあ暇なことはないと思うんですけど、めちゃくちゃ暇だと思う。まあ本とか読んでるのか、まあ、そういう裏側も書いていただけると面白いかなという気がします。あと食べ物ですよね。陸地は狭いですけど、まあ一人壊すには、そうですか、イスカンドロイドが農耕作業とかそういうのしてるんでしょうね。あとでも他の生命体がいるとは思えないんで、まあやっぱり科学が進んでるから一応科学的にいろんなものは栄養が取れる状況にはなったんでしょうね。まあ花とか、ね、草が生えてるっていう状況がありますので、まあ、その辺も謎だなと。まあこれはどうでもいい話なんですけど、だから森行きとユリーシャ、スターシャ、この3つの関係は次出てくるんじゃないかなと思うんですけど、ね、まあ、でも森行き記憶戻っちゃったからどう思っていくかっていうのが非常に難しいとは思うんで、通常まあ新たな旅立ちといえばイスカンダリウムとガミラシグムですか、この2つがあるんですけど、この設定はねおそらくできないと思うんですけどね、まあ、これです、ね、予想外れたら笑っていただければいいんですけど、まあまだガミラス帝国は健在ですし、そこで開戦しないと、あいくらな、まあ、暗黒星団帝国が強くてもどうもならんと思うので、このイスカンダリウムっていう設定の裏で、あこういう意味かっていうのがあるかもしれないですけど、表立ってこれを争奪するためにイスカンダルが暴走して
消えてしまうような話にはならないんじゃないかな。おそらくね、あまねく星々の救済、まあ、これいつも言ってるんですけど、そのイスカンダル主義が、まあ、宗教的な要素がありますので、そちらからの悲劇を描くと面白いんじゃないかなという感じがします。以上、シーマ TV の動画をお送りしました。ほんとね、また台風も来てますんで、自然災害には十分注意してください。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。そしてこの動画がよろしければ高評価、拡散、そしてまあ本当にコメントをいただければね、忙しい時は書けませんけど、考えてできるコメントは返しますんで、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いできれば幸いです。では失礼します。